し打ち行け。イノシシ邪魔だから、もう全部イノシシのせいです。今のはイノシシに全部ペース乱されたの。避けろ、避けてー。皆さんこんにちは、モンハン初心者です。今日もプキシュランキングをやっていきたいと思います。今日は狩猟笛を使ってバルファルクを倒したいと思います。狩猟笛は4本ぐらい作っているんですけど、この猛毒対策のテオテスカトルと、あとバランス型のバゼルと、攻撃力を上げる戦慄のバルファルク笛と、あと百竜の回復笛ですね。今回は早く倒したいので、どっちがいいんだろう。ただバゼルも聴覚保護しようとか多分バルファルクに効かないし、このバルファルクの笛が元々の攻撃力が低いんですよね。テオテスカトルがいいかな。一番バランス取れてそうですね。迷ったけどバルファルクにはバルファルクの笛で行きたいと思います。それでは行きましょう。来ました。よいしょ。ちょっとイノシシ邪魔だから、もういつもいつも。キュン。絶対イノシシやん。はい、来まーす。ほら、もうイノシシ邪魔。本当に、あんたたちのせいよ。攻撃開始アップ。報酬撃破。そうだったもん。多分全部イノシシのせいです。今のイノシシに全部ペース乱されたもん。うわ、めっちゃラージャンが走ってる。ラージャン通り過ぎますよ多分。もうイノシシ邪魔しないでよ本当に。はい、決まりですね。お決まりの移動。ここにいるときいつも移動するからね。はい、避けて避けて。おお、ナイスだぞ。はい、攻襲撃破。寒いそう。おー、これはやばいよね。やばいと思いました。あれ、あ、いたいたいた。お、ラージャンやん。強いな、相変わらず。オッケー、ありがとう。あ、なんで飛んだんだっけ。寒いそう。からの禁煙の旋律。あー、当たってないけど。からの新打ち、いけー。あー。あ、はいはい。襲撃が来るので。よいしょ。襲撃はー。そう。おいしょ。はい、好きだらけ。寒いそう。おう。よいしょ。攻襲撃破。剣舞もしとこう。切れ味が最強なんですよね、バルファルクの武器は。相変わらずすかすな。さっきから肉食べてたんか。違う違う。はい、スキアリー。スキアリーやけど全然いけない。寒いそう。最高です。じゃあ新打ち行きます。はい、からのスライドービートからの禁煙の旋律。はい、
はい、決まりません。よっ、前、うわぁ、スライドビートからのゲーム戦でしょ。いやー、よっしゃ、最高。今のうちに仕打ち溜まってない。仕打ち行くんだ。よいしょ、はい、満足。はい、クイーン。あー、危ない。そう、かきり虫がね、ないんですよね。仕打ちの後は辛い。やばい。3回目ってね、きついんだよね、あれ。うまくいきませんな。そうそう、下に攻撃されるんだよね。よいしょ、よいしょ。かっこいいよね、バルファルク。はい、最高です。そして音も最高。応援そう、おう。はい、襲撃波。応援そう。あっ、応援そう。あ、途中で終わった。いきまーす。ドーン、ドーン、ドーン。はい、終わり。あれ、もう一回いけんの？え、そんなにいけるんや。じゃあ、いきますよ。はい、さん、応援そうからの機嫌の旋律で軽く上げて、あー、よっしゃ。はい、最高です。最高。いい、いい、いいね、いいね。はい、3応援そう。おう、逃げますか。避けろ、避けてまともに当たったの久々やな。あ、やべ、回復良くなくなった。埋めるでしょ、埋めるでしょ。はい、よいしょ。いやー、危ない。結果はこんな感じでしたね。帰属の笛では重大事変の主リオレイヤーも倒せたので、多分笛が向いてると思ってたんですけど、バルファルクに対してはそうでもなさそうですねじゃあ次は大本命の総中婚で最後戦ってみたいと思います。また次回も頑張りますのでよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。